こんにちは、ボルドゥールサロンヨーカです。今回は視聴者の方のご質問にお答えしていきたいと思います。つい最近なんですけれども、このような英語のメールをいただきました。階段状に刺していくクロスターブロックではなくって、まっすぐに形作っていくクロスターブロックの綺麗な刺し方を知りませんかということなんですけれども、裏側を綺麗に仕上げる方法を知りたいということなので、それを今からちょっとやっていってみたいと思います。クロスターブロックというのは、1目から出て5目に入るストレートステッチを5本ずつ刺していくステッチのことなんですけれども、大まかに分けて2通りあります。例えばこちらの2つの作品を例にとってみますと、こっちの作品はこういうふうに階段状に刺していくクロスターブロックばかりを使っていますよね。で、こちらはちょっと小さいんですけれども、ここをちょっとね、クロスターブロックの変形なんですけれども、階段状ではなくって、こういうふうにまっすぐに刺していっています。でね、両方使っている作品もあるんですけれども、こっちがこう階段状に刺していって、でこっちがまっすぐに刺していくクロスターブロックを使っています。ちょっとアップにしてみますね。こちらが階段状で、でこっちがまっすぐに刺していくクロスターブロックです。まっすぐに刺していくクロスターブロックの刺し始めのやり方は、階段状に刺していくクロスターブロックと全く同じです。このような感じで最初の位置に針を持ってきます。で、1目から出て5目に入るストレートステッチを5本刺したら、こういう感じで針を次のブロックに持ってきます。で、この時の針の出る位置なんですけれども、ここから糸が出ていて、1、2、3個こう1、2、3個穴を飛ばしたここに針を出してきます。で、こういう感じで針を次のブロックに持ってくるんですけれども、この時に裏側に渡っている糸は斜めに渡っているんですね。で、ここからまた同じように5本ストレートステッチを刺していきます。で、こういくつか刺してきて、裏側を見てみますね。ブロックが飛んでいる箇所はこういうふうに斜めに糸を渡す感じになっています。これね、必ずこう裏側はこういう感じで斜めになるようにしてください。
例えばここのブロックを刺し終わった後にまっすぐこういうふうに糸を持ってきてしまうと、後でここをカットした時にパラパラっと糸がほつれてきてしまうんですね。いわゆる崩壊が起こってしまうんです。なのでクロスターブロックが飛び飛びになっている場合には必ずこう斜めに刺すというのが鉄則です。あのね、お教室でもまだハーダンガーを始めたばかりの方がこの表を刺すのに一生懸命で、でまあそれは当たり前なんですけれども、あの裏側をうっかりどこかからまっすぐに糸を渡してしまうということが時々あって、でそのことに気がつかないままクロスターブロックの部分の折り糸カットをしてしまうと、せっかく刺したものが崩壊してしまうので、あの裏側斜めはこう気をつけて刺すようにしてみてください。で、あともう一つ裏側をきれいに見せるコツなんですけれども、この飛び飛びのクロスターブロックを刺すときには糸がいの位置に気をつけていただきたいんですね。あのこういうふうにすべてこう斜めに、こう糸がすべて斜めに渡っていると、こうパッとした見た目全体を見たときに規則性があって綺麗なんですけれども、これが例えば途中で糸が短くなって、で糸止めをして、で新たな糸を持って始めると、ここが途切れてしまうんですね。でここの斜めの線が一本なくなっちゃうと、全体を見た時に斜めの糸模様が連続していかないので、あんまりこう美しくないんですね。なので例えばここを一気にクロスターブロックで仕上げたい場合には、糸の長さが十分にあるかどうかを確認してから刺し始めていただくといいかなと思います。でね、実際のものをお見せした方が分かりやすいかなと思いまして、事前にこれを刺しておきました。これね、右も左も表から見るとどちらも同じ飛び飛びクロスターブロックですよね。全く同じ形、全く同じ大きさなんですけれども、ちょっとこれね裏返してみますね。どちらが綺麗か一目瞭然だと思うんですけれども、こちらはすべて斜めに、糸がこういう感じで斜めにすべて渡っているので規則性があって綺麗なんですね。でもこちらをご覧いただくと、これちょっとこうわざと短めの糸を使ってこう刺していっては始末していったんですけれども、例えばここ斜めに糸が渡っていなくて、ここも斜めに渡っていなくて、ここもそうですよね。あとここも、この中で 1,2,3,4 箇所斜めに渡っていない部分があって、でこうなってくるとパッと見模様が連続していかないので、あんまりこう美しさを感じないですよね。あのご質問は裏側をどうやったら綺麗に見せられるでしょうかということなんですけれども、要するにこう表は綺麗で裏側も綺麗という時の、裏側を綺麗に仕上げたいという時のコツは糸の規則性なんですね。なのでこう表側を刺していくときに、刺しながらこう裏側で糸がどの位置を渡っていくのか
ということを考えながら、裏側の糸の流れもきちんと考えながら刺していくと自然と美しくなるはずなので、裏にも気を使いたいという方はそのあたりを意識して刺していかれるといいかなと思います。という感じで、質問してこられた方の悩み解決の手助けになればいいなと思うんですけれども、今回のご質問者は外国の方なので、後で英語字幕をつけるようにしますね。なんかね、今年になって始めたこのチャンネル、音声がこう日本語にもかかわらず、世界各国の刺繍を愛するいろんな方がご覧くださっているようで、コメントとかダイレクトメール、外国語が多いんですね。英語だけじゃなくて、ロシア語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、あと他にも何かあったと思うんですけれども、まあ、こういったメールは Google 翻訳にかけて、で、まあ、内容だけなんとなくこう把握して、でお返事は英語でお返しするようにしてるんですけれども、まあ、こういうわけで音声は日本語で時々英語字幕をつけるようにしてるんですけれども、これからもお付き合いくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。